この動画は、3度の飯よりサイクリング、な、ウプ主に代わって、裂け目の稲妻のイラストのなんかの結晶っぽいものと、エルフの神秘化が、お送りします。まずはシャッフルの時間を使ってデッキの紹介、と行きたいところだが、その前に一言、デッキ紹介はこれとは別に動画を上げてあるので、ここではリストを見ながらの簡単な説明のみになっています。詳しい解説が見たい人は、動画説明文にリンクが貼ってあるから、そっちを見てきてくれー。ということで、サイクリングデッキのリストから行きましょう。オンスロートブロックのカードを中心に構築されたデッキだ。カードがサイクリングされると、能力を誘発させるエンチャントを軸にしたボードコントロールになってる。ついでに空の遺跡、エメリアを入れることで消耗戦にも強い構成にしてある。で、続いて、緑単身人のリストになります。マナレシオが高く、またシンボルの濃いクリーチャーを多めに採用して、最序盤から構成をかけて、最後はハイドラの血で一気に決着をつけるデッキとなっています。色マナを出せないニクソスを入れるとかえって展開力が落ちてしまうので、このリストでは採用していません。では、シャッフルも終わったようなので、ダイスで先行後攻を決めましょう。ダイスロールの結果、先行はこっち、サイクリングになった。早速7枚ドローしてマリガンチェックだ。霊体の地滑りと次元の浄化と、土地が5枚。ま、先行だしなんとかなるだろ。赤マナも出せるし、キープで。実験体がいれば申し分なかったですが、これはこれで悪いハンドではないですね。キープしてゲームを始めましょう。まずはこっちのターンからだ。平地窃盗。ターンエンド。ドロー。おお、実験体を引けましたね。引けたのなら、実験体から展開していきましょう。1ターン目にこいつを出せるかどうかで、打点が全然違いますからね。なんか相手のデッキ早そう。こっちはすることないし、まだ2色目は見せないように、平地を代わりして、ターンエンド。このターンは1マナ生物を2枚展開します。次、森を引いたらポルクラノスを出せて、引けなかったらカリュードでもいい、というのと、武芸者でもドライアドでも、このターンに実験体を1回しか進化させられないのは同じなので、2枚展開します。こっちのターン、ドロー、ああ、裂け目はもう1ターン早く引きたかったなぁ。まあ、こういう時は重たい方から行っとけば間違いないか。平地平地、アンド、平地から、霊体の地滑り、置いて、ターンエンド。3枚目のカリュード、3マナカードばかり引いた時のこのもっさり感といったら、土地引けなかったので、さっき言った通りカリュード召喚します。武芸者なら実験体を進化させた上で、マナを立てる意味がないのでエルフも攻撃に行けて、ダメージ2点多くなりますが、返しで全体除去を打たれた場合、土地2つに対して手札は3マナ以上のカードばかり4枚と、身動き取れなくなる可能性がありますから、ドローの内容に左右されずに使えるカードを1枚は温存しておきたいためです。ちょうどよくステップも引けたし、動くか。まず、稲妻の裂け目を置いて、終了ステップまで進んでから、サイクリング、ターン返してからこれをやると、ハイドラの血で裂け目の2点ダメージかわされた上に、パワーまで上がる、とかいう最悪の結果になりかねないから、やるならここしかない。地滑りの追放能力を終了ステップに入ってから使うと、返ってくるのは次のターンの終了ステップになる、この小技。味方生物だけ全体除去から守りたいけどマナが足りなくて、1ターン内でサイクリングをしながら全体除去を打てない、という時などにも使えるので、覚えておいて損はないですね。さて、森を引けましたが、このターンはどうしましょうか。全体除去が飛んでこなかった場合に、その後のゲームを優位に進められるのは、ポルクラノスですが、そうではなかった場合、手札に残ったカリュードは、単体だと3マナに、2にしかならないので、相手にプレッシャーを与えることができません。
なので、ここはポルクラノスを手札に残し、カリウドから展開していきます。相手のクリーチャーが4体、これは迷わず神の怒りだー。地滑り乗り越えるために横に並べてきたところを、一網打尽にする。これがこのデッキの基本戦術。さあさあ、マナもエンチャも揃ったこの盤面で、残り11点のライフを削り切れるか？お、盛り引けました。なら素直に今手札で一番強い、ポルクラノスを、出しましょう。やっぱりそんなに簡単には息切れしてくれないか。とは言っても1体だけなら、2枚目の地滑りも、次元の浄化も、今すぐ使う必要ないから、平地セットするだけでターンエンドして、様子を見ようか。ドローはカロニアの置き場中。なかなかいいカードを引けましたね。では、通るとは思えませんが、まずは攻撃して、ああ、やはりサイクリングカードを構えられていましたね。地滑りを突破するためには、2体以上のクリーチャーを並べるほかないようです。最後にしっかりワンドロー、エンチャントの能力処理してると、肝心のドローをたまに忘れる。今日はカメラ回ってるから特に気をつけなくちゃ。戦闘後のメインフェーズで、大騎馬銃を戦線に追加。武芸者は2点ダメージで死ぬので、今はまだ出さないでおきます。今、ドラゴンサイクリングして、平地を探す必要。ないな。ここでは何もせずに、こっちのターンに入ろ。お、前兆の壁引いた。とりあえずワンドロー、いや、先に次元の浄化打つか？いや、やっぱ、引こ、引いてから考えよ。土地かー。こうなったら、2枚目の地滑りも置いて、攻撃防ぎながら、前兆くんを出し入れして、いっぱいドローするしかねえな。地滑り2つは、かなり厄介ですね。どうやって攻めていきましょうか。まずは攻撃して、後のことは、後で考えましょう。ほほう、そうきたか。なら、片方ブロックして、ドラゴンサイクリングして、ブロックしなかった方と、自分の壁を、追放、こうすることによって、2体分の攻撃を防ぎながら、壁の能力を再度誘発させて、1回のサイクリングで2枚ドローする。常にサイクリングカードを握っていたいこのデッキには、うってつけの戦い方だ。土地が全部寝ているなら、今のうちに狩人を召喚しておきます。戦場に出た時の能力誘発に対応して、裂け目からダメージ飛ばされたら、カウンター乗せる前に死んじゃいますからね。帰ってきた壁の能力でドローして、こっちのターン。アップキープに、ドラゴンを、回収しとこうか。もうちょっと土地伸ばしたい気もするし、そうしとこう。ドロー。土地だけ置いて、ターンエンドだ。ドラゴンを回収するために、相手が半分以上の土地を寝かせましたね。残った3マナでは、何枚もカードをサイクリングすることはできなさそうなので、攻めるなら今がチャンスです。やっべえ。3体とも全長の壁を突破できるサイズにされた。どうしようこれ、やっべえ。3体すべてで攻撃。どいつもこいつも、妙にガタイがいいのが本当にきつい。このデッキ、タフネス大きいクリーチャーに対処するの苦手だし、参った猫や。ポルポル君を壁でチャンプブロックして、横の2体は地滑りで追放。てかここのプレイ、相手のライフ減らすより、洞窟もサイクリングして、壁守った方が良かったかも。ぶっちゃけこの辺は盤面、と手札の内容合わせたらゲームが複雑になってたから、プレイングかなり怪しい、と、唐突に、言い訳してみたりとか。よく考えてみたら、相手の土地全部寝てたんだから、片方の地滑りは、壁を追放して、一体通しても良かったな。コンバットトリックでダメージ増やされる心配ないから、このターンで死にはしなかったわけだし。なかなか攻撃が通りませんが、こちらのクリーチャーの頭数は減ってないので、この調子で攻撃を続けていたら、いつかは相手のライフに傷をつけられそうですね。
これは、あれだ。一回盤面リセットしよう。すっきりさせれば、富士山もよく見えるし、プレイも簡単になってミスも減らせるはずだ。4体ものクリーチャーを失ってしまいましたが、今回は神の怒りの時と違って、相手のエンチャントもなくなったので、ようやく、安心して武芸者を展開できます。何もなければ2回の攻撃で勝てますね。とか言ってたそばから、回復されました。何も引けなかったら、1ターン延命されてしまうので、微妙に面倒ですね。今気づいたけど、これなら次元の浄化打つ前にサイクリングして、2点ダメージ飛ばしといた方がお得だった気がしないでもない。ドラゴンでビートして、5点ずつライフ削ってくパターンもあり得ると考えると、14と16じゃだいぶ違うよなぁ。このターンは、A 軍の裂け目追いを戦場に送り込む。幸いなことに、ケンタウルスの武芸者は、大騎馬銃と違ってタフネスが2しかないから、A 軍で相打ち取れる。待っていればいずれいなくなる点も含めれば、相手は攻撃をためらうこと間違いなし、だ。じわじわとライフを増やされ、ブロッカーまで現れて、厳しい展開が続きます。返しのターンにドラゴン出てくることが、わかっているので、ここで2体アタックして、ブロックされた方にハイドラの血を使ったり、そのまま相打ちして、武芸者を片方失ってしまったり、というのはあまり得策ではないので、ここは無理に攻撃せずに、次のターンから仕掛けていきます。ここでなんと、エンチャントかタイタン引けたら、とか考えてサイクリングを、温存。変に欲を出すより、素直にドローしといた方が、今後のためだったよなぁ。お、神の怒りだ。これ引けたならアタックを、ぶっ放した後、ドラゴン展開でが全有利じゃーん。早速 A 軍で攻撃。ちょっと待って。それやるとして、マナ足りてるのか？ラス5の4マナとあとは。足りてねえじゃん。どうも、お騒がせしました。すいませんしたー。ということで、気を取り直して、永遠のドラゴンを消すと、A 軍立たせときながらドラゴンで殴ってれば、勝てそうだから、神の怒りは、大きいクリーチャー出された時用に、取っておくことにする。おお、いいところでドライアドが引けました。当然、片方のケンタウルスに、授与します。貼り付けた上で1マナ余らせることができたため、ハイドラの血も構えられて、かなり攻撃しやすい状況になりました。ちょっと迷ってから、2体とも攻撃、してしまいましたが、A 軍は待っていればいなくなることを考えたら、すっぴんの方は、アタックする必要なかったかも、です。これは素直にどっちもブロックでいいかな。ドラゴンは何回でも復活するし、コンバットトリック、あるなら使って、くらいの気持ちでいこうか。さて、ハイドラの血を使うべきか、否か。大きいクリーチャーを残しておいた方がいいに決まっているので、使います。A 軍の置き土産の2点回復で残りライフ17点。ライフゲインを繰り返して、少しは余裕ができてきた。向こうの手札は、とうとう空になったし、俺たちの戦いはこれからだ。ターン終了します。なら、エンドに隔離されたステップをサイクリングするぜ。ドロー、グヘー、土地だった。ショックのあまり、もう1枚をサイクリングし忘れながらの、こっちのターン。アップキープに、ドラゴンを回収してからの、ドローステップ。ドロー、土地、おう、隔離されたステップ、サイクリング、ドロー、土地、もういい。もうたくさんだ、ターンエンド。武芸者はドラゴンで止めれるから、神の怒りはまだ取っとく。4マナあるのに、何もしてこないということは、ドローの内容が振るわなかったということですかね。とはいうものの、こちらのドローも土地だったので、似たり寄ったりですが、このターンは5点ダメージ入れて、おしまいです。気を取り直して、こっちのターン、ドロー。とりあえず4マナで、神の怒り、いや違うな、まずサイクリングしてみようか。ドロー、また平地、な、で、だ、よ、
ここで一つ残念なお知らせ。このデッキに入っている兵士は聖なる鋳造所も含めて、全部で12枚。今のサイクリングで最後の1枚を引いてしまったため、もうライブラリーには兵士が残っていない。つまり、永遠のドラゴンが2マナ払って山札かき混ぜるだけのカードになり下がってしまった、ということだ。喋っているうちにターンが返ってきたから、ドロー、サイクリングランド。即サイクって、めくれたのは、孤独な宣教師。いいところで来てくれた。回復しながらのチャンプブロックで、ライフレースが、かなり有利になる。ブロックすれば相打ちはできますが、ドラゴンはマナさえ払えば帰ってこられるのを考えると、こちらが一方的に、ケンタウルスを失うだけの結果になるので、スルーして攻撃に回した方が、勝ちにつながりそうです。が、あちらが3回攻撃すれば勝てるのに対して、現状こちらは5回攻撃する必要があるのが、苦しいです。と言っていたら、来ました、ポルクラノス。怪物化によって自身を強化しながら、ジャンプブロッカーを排除、ダメージレースをひっくり返しました。エルフ君も、ここぞという時に、いいカード引くねえ。だが、こっちだって、手札に神の怒り握ってるんだ。あ、もう一枚引いた。そう簡単には負けてはやれない。まず、永遠のドラゴンで攻撃。これでライフは一桁、残り6まで追い詰めた。そんでもって、キャスト、神の怒り、ドライアドは戦場に残るが、サイズが小さいからそこまで脅威じゃない。次のターンには、回収したドラゴンを即、戦場に送り込めるから、返しに一発殴られるだけだ。ドロー、ああ、ここはクリーチャーを引きたかったですね。ドラゴンがいない今のうちに、少しでもダメージを与えて、ターン終了です。こっちのターン、アップキープに、5マナでドラゴン回収、そして、ドロー、メインフェーズに、7マナ出して、もう何度目だかわからないけど、永遠のドラゴン、召喚、ターンエンド。大型フライヤーが、倒しても倒しても蘇ってくるのは、やはり辛いです。ですが、こちらも置き場中を戦場に追加、だいぶ不利ですが、最後まで、諦めずに戦います。エンドにサイクリング。お、2枚目の永遠のドラゴンだ。無駄に大量に引いた土地を、一つ残らずアンタップしてから、ようやくの、ドロー、土地、有無を言わさずサイクリング。うん、これはいいライフゲイン。それじゃ、ドラゴンで攻撃だ。この後に及んでドライアドをチャンプブロックに使っても、焼け石に水なので、スルーして、ライフはあと、1。絶体絶命のピンチです。ギリギリのところで生き延びた相手に、無慈悲なドラゴンを代わり、さらに手札には、いざという時のためのライフ回復カード、このサイクリングデッキに隙はない。この1枚にかける、ドロー、ドライアド。これはちょっと、無理っぽいですねー。キープもプレイもぬるかった感がいなめないけど、なんとかここまで戦えた。次元の浄化で戦場さらちにするまでは、実にこのデッキらしい戦い方だったけど、その後は、やたら土地が押し寄せてきたこともあって、神の怒りとドラゴンなかったら、どうなっていたかわからない。自力で墓地から戻ってくるカードの強さを、改めて思い知ったゲームだった。いかがだったでしょうか。ウプ主のプレイングがアレなのはともかくとして、サイクリングデッキを実際に回してみると、こういう動きをします。デッキ内の多数のサイクリングカードがドローサポートとなって、動きを安定させてくれるのが、他では見られない面白いところでしたね。今回の動画はこれでおしまい。では、またどこかでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。